はい、では昼食の時間がやってきました。今回はね、僕が好きなね、このね、爆弾焼きというものをね、買ってきてまいりました。はい、ではね、早速ね、食べていきたいと思います。こういう長、片方にカメラ持ってるとね、ちょっとね、食べづらいんだよね。では、行きたいと思います。本当にでかいですね。僕がまだ動画を始めた時もね、これ食べてます。食べて、これ撮影とかやってますよね。実際にアップするのは初めてです。ではね、全然取れてないけど、いただきます。あ、これ美味しいですね。これ期間限定の生姜焼き味とかいうやつですね。で、もう片方、これがまあ明太子味となります。ではね、こっちの明太子味の方もね、食べていきたいと思います。お味はどうでしょう。これね、本物の明太子らしいです。で、下が明太子マヨ。取りづらいですね。よし、ではいただきます。うん、こっちはこっちでやっぱりこの明太子って味しますね。やっぱで、中に何かこう開けてみると、これ卵とか出てきます。はい、いろんな具材が待ってんでね、ぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。はい、ではお次のお品は、まあこんな、これ、ああ、これですね、クーマレドンドンボリのお好み焼き、まあモチーズっていう商品ですね。まあこれはまあ簡単に言うと、まあお好み焼きとかもんじゃ焼き的な、あ、お好み焼きをまあくるんだやつです。ではね、食べていきたいと思います。片手で取って、片手でやってる感じです。では、いただきます。確かにお好み焼きですね。これチーズ出てこないですかね。お、中からなんか出てきましたね。おーおー、チーズですかね、これ。まあこれもお好み焼きをね、ワンハンドで手軽に食べたい人はぜひということで、じゃあ次はデザートの時間です。ではデザートのお時間です。今こんなにさっき濡れて寒いとか言ってたね、僕がですね、こういうね、アイスを食べたいと思います。このアイスね、こういうね、何ですか、こういうスポットにしか売ってないとてもレアなアイスです。これね、僕はこういうつぶつぶ食感のアイスがとても好きなんで、もう寒くても嫌でも食べます。だからね、もうね、ここに来たら必ずこのアイスとあの爆弾焼きは絶対食べるんで、だからね、これ作っていきたいと思います。今ちょっと落ちましたね、これね。では食べていきたいと思います。やっぱこの食感がたまりませんね。まあね、こういうアイスね、ちょっと気になった方はぜひ食べてみてください。ではアトラクション堪能したいと思います。今バンデットになります。いつになったら到着するんでしょうかね。あ、もう頂上に着いたものです。じゃあ落ちていきたいと思います。ゴーゴーバンデット、いきます。皆さん、
次はここレーザーアスレチック太陽の神殿を挑戦していきたいと思います。今回は A のコース、イシスのコースをやっていきたいと思います。ノブさん、今のお気持ちは、今のお気持ちはどうでしょうか。俺と一緒に YouTube やんだろ、ボタン押せや。このボタンが行った、YouTuber。 通れないですね、これ。おっとっとっと、おっと、危険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 です。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、みんな、これ結構辛いよ、結構辛いよこれ。よしよし、はい、行きます。ステージ3、はい、合格。次、ステージ4だよ、ステージ4だよ。これはね、これ消えた瞬間ね、行くんだ。見えてないね。あ、やらかしましたね。はい、